本日はこちらの裁縫セットを整理したいと思います。昔ね、裁縫が趣味だった時代があって、結構ね、その時にいろんなものに手を染めてしまい、いろんな道具とかがね、いっぱいになってしまって、結構ここもパツパツだったのが、どんどんね、もう最近は裁縫しないので、どんどん減らしてって、結構ここなんかもうスカスカなのに、こんな大きい入れ物に入ってたりしたので、もうちょっとコンパクトにしようかなと思います。こっち側の引き出しは割とよく使うもので、こっち側があんまり使わないものが入ってたので、まずこの引き出しはさよならしたいなと思います。使いたいのがセリアの A4 キャリーケース、 A4 キャリーケース用ワイドトレイ。これも A4 キャリーケースワイドトレイ、ちょっと形の違うやつと、あと適当に買ってきた小物たちで整理していきたいと思います。まずは引き出し、種類別、道具、ミシン関係、ハサミ、ベン出しで、タクメキチェック。子供たちの裁縫セットがちゃんとばらけさせようか。縫い糸、刺繍糸はまず使わない。あとこっちには全く同じものが入ってる。じゃあこれはもう、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。縫い糸は取っておく。1本多いね。ありがとうございました。うん、切りやすい。待ち針はいらないけど、針は取っておく。これがボロ布専用にして、ボロ布のところに、ボロ布の置き場に入れときます。これありがとうございます。オフホワイトに近いベージュみたいな感じで、何でも使える。このみんなの一番黄色を使うことがないかな。ありがとうございました。好きなんですよ、カシメセット。こういうカシメって、こういうのを打ち付けるやつ、最近やってないけどめちゃめちゃときめくので、取っておきます。これでときめきチェック。あとは全部ときめくものを収納していきたいと思います。これに入れたい A4 ワイドキャリーケース。すごいね、これキャリーケースにこれがすっぽりはまるようになっている。すごいよね、カタカタしないぐらいぴったし、本当にぴったし作られてる、すごいね。で、これに、まず、あんまり使わないもの。これがね、邪魔なんだけど、これ1個入れたら終わっちゃうよ。これね、これグッズなんだけど、これベルトの穴を開けるのに本当に重宝してて、これは手放せない。かさばるけど。どうすんのさ、これを入れると何も入らないんだって感じ。これ収まらない。でもこれでいける。カシメセットが全部ここに入れる。あ、そしたらまさに、この、カシメ立ちセット。ちょっともったいない。このボタン、このボタン見て。あ、めちゃめちゃ可愛くないですか？可愛い！くるみボタンを作るのにハマってた時があって、使わないじゃんって思うんだけど、どうしても、ときめいちゃうので、これはね、取っておきますよ。ときめきですから。このくるみボタンをここに入れよう。OK ということにしよう。ちょっと待って。これを取ろう。取りたい。これ取れるかな。はい、カシメセット完了。もう一個の方に全部まとめたい。残りのものたち、あんまり使わないけど使うやつ。
テープが多分こういうの溝に入れるんだと思うんだけど、よくわからなくてイラッとするのでテープで留めます。はい、すごい絶妙に素敵な黄緑色。これ271271買わなきゃ。271覚えられない。多分人生で一番使ってるこのミシン糸ね。立てたら入んないでね。入る？頑張れば入る。うん、いい感じ。ほこんでいる。ほぼ使わないので、あとこれか、もあんまり使わない裁縫道具たちね。ミシン糸、チャコペンとかで紐、糸と針、いい感じ。はい、見やすい。何が入ってるか一目でわかるし、いい。オッケーオッケー。残りはちょっと引き出しに入れておきたい。そしてグルーガンは意外に使ったりするのでよく使う方。ここで使ってたのがこの昔々の牛乳パックなので、新しいのにしたい。これハサミだ。これもここ、はい、定規これで終了。なんかボタン付けとかの時に、私これだけこの瓶だけを持ってこうこたついたりねしてるんですけど、これはどんなシステムかっていうと、このボンヌママの瓶にこれですよ、こうこの蓋にこう綿を、布で綿をくるんだのをここにつけて、で針を刺して針山にしていく。でこれをここに入れてしまうと、子供がこうなんかちょっとこの辺わらわらしててもこうぶつかっても危なくないから、すごい重宝してたんです。ここにね糸も入れているから、ボタン付け、あ、あったあった、私の大好きな271があったここにこれでボタン付けてんのか私271ちょっとミシン変えよう。これはミシン糸の方に行って、よかった、271あるじゃん。じゃあ、これはもうありがとうございましたね。よかった。こちら271を入れておいて、くどいよだけど、本当にこの、ほら、この、なんだろう、白じゃないんだけど、ベージュ、薄いベージュみたいな感じで、オフホワイトとか、特に麻とかの色合いの布に、すっごい馴染むので、大好きです。くどいぐらいに言う。白、白。白を、こうなった。白をこういうのをここに入れとく。そうすると完成する手縫いセットがと思いたいがハサミがないと完成しないんですよ、残念なこと。だからハサミをね、こういう折りたたみのハサミをここに入れている。これがねちょっと硬い、この開くとき硬くて、でも切れ味はいいの、すごく。よく100均とかこうもらったようなやつで、これがちっちゃいハサミのあるじゃないですか、あれって糸切れなくないですか切れ味はすごいいいんですよ、シュパッと切れる。ここに入るなんかちっちゃいいいハサミがあったら、そして切れ味のいいあったら買うんだけどな。で、どういうか、これとこれとこれにまとまって、あ、コンパクトになってよかった、よかった。用途別になったし、カシメを打つときはこれ、ミシン系とか布をいじるときはこっちで、あ、コンパクト、よかった、大満足です。これも丸々ありました、ありましたそれはないわけない、ボビンありました、いっぱい。これもマスキングテープで端っこ止めちゃった。これはもうここにざっくり、ちょうどいい、素晴らしい、あら綺麗、あ、ちょうどぴったし、すごい、ちょうどぴったし入りましたよ。じゃついでなので、これもグラデーションにしましょう。はい、綺麗。
カッター、これほんとすごいな。こう縦にしても全然、ほら、こうここが本当にぴったりでカタカタしないんですよ。すごい。さすが専用ってすごい。いいはいいんですけど、多分これ頻繁に出すものを入れるとここが割とすぐダメになりそうな予感はします。なので本当にたまにしか使わないものは本当にこれいいと思います。立てても全然平気。こうやってしまいますね。わ、すごい。こうやって立ててしまえるからいいよね。Thank you.